豆風の電話は、岩手県上平郡大打町の海を見下ろす丘にある、ベルガーディア、クジラ山内に置かれた、施設電話ボックス。風の電話と呼ばれる電話ボックス内には、電話線が繋がっていない、ダイヤル式の黒電話である、風の電話とノートが一冊置かれており、来訪者は電話で亡き人に思いを伝えたり、ノートに気持ちを記載したりできる。電話機の横には次のように記されている。 風の電話は心で話します。静かに目を閉じ耳を澄ましてください風の音がまたは波の音があるいは小鳥のさえずりが聞こえたならあなたの思いを伝えてください風の電話風の電話は太平洋が見える風景を気に入って移住した庭師の佐々木角が2010年に死去したいとこともう一度話をしたいとの思いから海辺の高台にある自宅の庭の隅に 白色の電話ボックスを設置したことに始まる。2011年3月11日の東日本大震災の際、自宅から見える波板海岸を襲った津波を目にした佐々木は、生存した被災者が震災で死別した家族への思いを風に乗せて伝えられるようにと敷地を整備し、祈りの像や海岸に向かうベンチを置いて、メモリアルガーデンを併設した上で開放した。 2012年4月には2階建て約40平方メートルの建物を増設し、森の図書館として開館した。森の図書館には、全国から約4000冊の本が寄贈され、完全予約制になっているが入館できる。2014年2月には、絵本、風の電話が刊行された。同年7月時点での来訪者は1万人を超えた。2014年9月、 東日本大震災から3年半を迎え、風の電話設置者の佐々木自らが作詞した CD、風の電話が制作された。被災地の最大の危機は忘れ去られることにあると言われている。被災地では忘れ去られるべきではない多くの被災者の生活があることを忘れずにいたい。忘れてほしくないという思いを、風の電話と同様に言葉を口にする。 歌を口ずさむということにより心の負担を軽くし、1日も早く被災者が日常生活を取り戻せるよう願いを込められた内容となっており、風の電話が設置されている、ベルガーディア、クジラ山にて販売されている。2015年1月8日、電話ボックスが強風で飛ばされていたのが発見されたが2日後、支援者らによって元の場所に再建された。 2018年8月18日には、老朽化していた木製ボックスが、全国からの寄付金により、アルミ製に更新された。2017年8月24日には、風の電話の成り立ちから現在までの活動を佐々木が綴った書籍、風の電話、大震災から6年、風の電話を通して見えることが、風間書房より刊行された。ウィキメディアコモンズには、 風の電話に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。